私は3ヶ月ほど前にルーティクインクルインクっていうグループを卒業してからこのアコースティックライブのライブに一人で出るっていうのがライブに出るっていうのは初めてだったので、最初はすごくドキドキだったし、このアコースティックってなかなかアイドルの現場ではなかなかできないことだったので、すごく自分の経験値にもなるし、歌っててすごく楽しいし、なんか本当にいろいろ新鮮で幸せなこの2ヶ月3ヶ月だったなって思っていて、来月から12月ということで、12月はきっとこう人肌恋しい季節にもなってくるので、きっとそういった曲が増えてくるんじゃないかなって思っているので、こう皆さんに温かい気持ちになってもらえるように、たくさん気持ちを歌に乗せて届けていきたいなって思ってます。ルーチェの場合はこう踊りながら歌うっていうのがやっぱりあるんですけど、アコースティックではもちろん踊らないし、もう歌勝負っていう感じなので、まずそこが全然違うのと、あとこう一緒にアークジェール の仲間たちと歌が好きな子が集まって一緒に出てるんですけど、こうやっぱり歌が好きなだけあって、みんなそれぞれすごい個性もあって歌も上手なので、なんか私もこう後輩だけどこう負けないように頑張んなくちゃっていう気持ちにもすごいなって、なんかもう張りがあるなんかライブになってるなって思っているので、こうそういう意味でも違うのかなって思っています。皆さん今日はお越しいただきありがとうございました。12月は私は基本的にバラードとかゆったりした曲がすごい好きなので、12月はそれにぴったりな曲が増えてくるんじゃないかなって思っているので、たくさん皆さんに愛情を込めた歌をお届けします。ぜひ12月もよろしくお願いします。ありがとうございました。日垣かほでした。私は10月にファンキーモンキーベイビーズさんのあと一つを歌わせていただいて、でこの曲は私の声にすごく合っていて、すごい力強い曲でメッセージ性がすごく強い曲だなと思って選ばせていただいたんですけど、11月は逆に明日への手紙っていう自分とはちょっと真逆な歌い方をするアーティストさんの曲を選ばせていただいて、自分と全く違う歌い方のすごく難しい曲だったんですけど、なんかそのこういう1ヶ月のアコースティックライブっていうものを通して、少しでも自分の歌唱力だったり歌が成長すればいいなと思って、あえて自分とは真逆な歌を今回選ばせていただきました。で12月はもともとバラード系の曲もすごく好きなんですけど、自分とのいつも歌っているジュエルネジで歌っている曲とはまた違うテイストの曲を選んで、なんかいつものステージの上でアイドルをしている星野ゆきなではなく、アーティストとして歌う星野ゆきなの歌を楽しんでもらえるような曲を選べたらなっていうふうに思ってるので、はい、12月も楽しみにしていてほしいです。で新しく4人で歌をお届けする秋クールとなってるんですけど、12月はまた冬の季節にもなってくるので、新しい曲が皆さんに届けられるのかなというふうにも思っていますし、毎回皆さんに私たち一人一人の個性あふれた歌声を届けたいということで、毎回歌う曲を変えたりとか歌うパートを変えたり、ソロ曲が全員当たるようにという感じでセットリストなども考えさせていただいているので、12月もまた10月11月とは違った、ライブをお届けできるんじゃないかなと思っていますので、ぜひ12月も私たちの歌を聴きにカルチャーズ劇場遊びに来ていただけたらなと思っています。楽しみにしててください。ジェルネージの星野ゆきなでした。ありがとうございました。私はソロで、ありがとう生き物係さんのありがとうを歌わせていただいたんですけど、やっぱりいつもはジュエルネージっていうグループの中で活動をしていて、まあ、そういった中でも見ていただけるのもすごくありがたいんですけど、こういうアコースティックライブっていう機会で、別のグループの先輩方と一緒に歌うことができたりとかして、そのファンの方とか、いつもは来てくださらないファンの方にもお会いできたりとかして、そういうのもすごく緊張するんですけれども、今日こうやって見に来てくださった皆さんにありがとうっていう気持ちを伝えるためにすごくいろんな歌い方とかも工夫して歌ってみました。次回のアコースティックライブとかでは、私前回もソロもあったんですけど、その時の時によっていろいろ歌い方とかも変えたりとかしてるので、なんかそういうところにも注目して
ーチャーズ劇場は一人一人の顔がすごく見えやすい会場だと思うので、一人一人の目を見ながら歌うっていうことをいつも意識しています。このアコースティックライブではやっぱりいつもアイドルとして歌って踊るっていうことをいつもやってるんですけれども、今回このアコースティックレターライブっていうのは生のバンドの演奏があったりだとか、踊って歌うっていうことがないので、特に歌詞にすごく集中して歌うことができるので、歌詞とかやっぱりレターライブっていうなんか気持ちをすごく伝えられるライブだなっていうふうにすごく思うので、ぜひぜひまた12月のアコースティックレターライブも歌詞を気持ちを込めながら歌うことができたらいいなと思っています。ぜひ12月もアコースティックライブ遊びに来てください。ジュールネージの白戸芽衣でした。ありがとうございました。はい、私は2ヶ月前にジュエルルージュというグループに加入して、加入後すぐの参戦だったこともあったり、ジュエルルージュから初めての参戦ということですごく緊張していたんですけれども、その緊張よりもなんか歌うことの楽しさが上回るライブができたなと思っています。一緒に出演しているアークジュエルの先輩方も本当に皆さんすごく歌が上手なので、毎回すごく勉強になるし、いい刺激をもらっています。私ももっともっといろんな工夫をしたり、刺激を受けてもっともっと成長していけたらと思っています。私は4つの季節の中で冬が一番好きで、冬の曲もすごく好きなので、12月クールは冬の曲がねたくさんあると思うので、私自身もすごく楽しみにしています。普段のジュエルルージュは赤を基調とした情熱的なグループということで、かっこいい楽曲とかが多いんですけれども、アコースティックライブではしっとりと歌うので、自分の伝えたい気持ちや思いを皆様にお届けできたらと思っています。ジュエルルージュの緑リカでした。ありがとうございました。